じゃあ好きな脚本家って誰なんですか。脚本家で好きとかっていう感覚はあんま見たことないですね。三谷幸喜結構好きかもしれないですね。あ、なるほど。やっぱり猫が好きみたいな前に喋ってる。ああ、はいはいはい、ああいう乾いたこう現代風味な都会型な感じは好きですけど、そういう恩着せがましい古い知事のやつみたいなのを要するに、例えばさ、倉本壮だったらさ、倉本壮って東京から追われた人じゃないですか。追われたっていうか、まあ、自分で出てった、うん、だからつまり根底にあるのはさ、概念を対比するとさ、都会は汚い、田舎は綺麗みたいなさ、都会は、ダメ、田舎暮らしはいいみたいなさ、こういう二律背反みたいなのが根本的にあって、うん、だから主人公の田中邦は東京から富良野に戻るんだみたいなさ、山田太一だったらさ、銚子のね、閉塞感が千葉にある、神奈川素晴らしいぞみたいなのが対比があって、うん、でも実際は逆じゃないですか。カナダ人が日本に憧れるのは分かるけど、何が、なんで日本人様がカナダなんてクソみたいな方から憧れるの、僕には分かんないわけですよ、うん、でもそういう対立概念があって変なコンプレックスみたいなのがあるから、それが僕はあざといと思ってるわけですよ、うんうん、ただやっぱバブルの頃だなと思うんですよ。カナダでね、あんだけ取れるっていうのはやっぱり、あの、自分は全然分かんないですけど、日本人ってカナダに憧れてたんですか。結構そういう人多いんじゃないですか。何がいいのかな。だからそう、大自然のイメージじゃない。北海道でいいじゃん。北海道でも、カナダの自然だったら箱根の方がよっぽど綺麗ですね。北海道、箱根とか日光とか、あとやっぱ外国に単純に憧れがあるんじゃないですかね。しかもヨーロッパ的な外国に憧れがある人が多いんだと思うんですよね。だってカナダってアメリカの上じゃないですか。多分だから欧米もヨーロッパも何の変もないんだよ、何でもあれとかさ、あのカナダからの手紙とかさ、ああ、畑中陽子とかさ、なんでカナダが出てくるのかなと。なんか自由なイメージがあるんじゃないですかね。実際のカナダはそうでもないだろうけど、僕ナイアガラの滝の入るところだけ行ったことあるけど、カナダに行ったことはあるけど、それだけですね。カナダからの手、話しとくけど、カナダからの手紙ってなんか変な歌じゃないですか、あれ。そうですか、私好きだから。あ、小学校だったんですけど、ええ、なんかちょっと気持ち悪いなと思ってまして、なんなのこの二人みたいなさ。あ、私はね、あの、なんか役割分担がちゃんとしてないなと思って。なんかあれさ、見てはいけないものっていうかさ。というか、あの、ラブレットフロムカナダ、もしもあなたが一緒にいたらって平尾さんが歌うじゃないですか。で次に畑中さんがどんなね楽しい旅でしょうと言うから、どっちの言葉なのっていうね。これ女言葉じゃないですか。だからだったらなんで、主語が女で、うん、だからなんで平尾さんが最初に歌ってんだっていうね。ね、そうなんだけど、平尾明は、うん、平尾なんだっけ、平尾正明は男の声だけど女文字で歌ってるんです。なあ、だからなんかちょっと役割分担ちゃんとしてねえなと思って。デュエットなんだから男は男の言葉喋れよと。だからあれ、こういう歌じゃないんですよ、うん、こっち女だけのやつをこう、いや、まあ、だからそうですけど、だからなんか変な、わざわざデュエットにする必要なくねえと思ってね。なんかあの変なさ、あの二人ちょっと今見ても気持ち悪いなと思ってて、何ですかねあれは。でさ、畑中陽子は微妙に歌うまいっすよね。それは選んでるわけですからね、わざわざね。あ、うん、平尾正明音楽学校で選んでの人だからね。なんかもうちょっと気持ち悪い二人だなと思っていますよ、あれは。またいつもシーンシリーズですけど、畑中陽子も同じで、その歌でいくとね、あの、色づく街をってとこじゃないですか、はいはいはい、色づく街をの、王のとこね、はいはい、やっぱそこがね、畑中陽子じゃないと出せない王なんですよ、あれ。あ、そうなんですか。色づく街をわゆえ王の王じゃないの、あゆえ王の王なんですか。イメージとして色づく街をみたいな感じ。あ、確かにね、歩いているとみたいな。
キャラクターでした、畑岡陽子は。あ、それでライスカレーはそんな調子ですね。はいはい。だからオチはもう最後覚えてないですけど、結局日本に帰ってきたっていう感じだったんじゃないかな、うん、これね、再放送とかほんと宣伝しないですね、無邪気の関係みたいに。売ってるんでしょうけどね。売ってるのかな、あんまり見ない気がしますね。ただ CS 放送とかではたまにやるとは思うんですけどね。でも無邪気な関係とかほとんどやんないですよね。無邪気な関係よりは 見ることはできんのかな、うん、ライスカレーはね。無邪気な関係は本当にあれですね、出ないですね。どうしちゃったんですかね、うん、時代劇とか大河ドラマとかああいうのは見ないですか。あれね、時代劇好きじゃないんですよ、うん、大河ドラマも、うんうん、時代劇はあれしか見ない、ね、小枯らし紋次郎と座頭市だけですね、見るんだったら。あとは見たことないですね。座頭市、勝新さんの。テレビの座頭市見ました。おだからみんな同じ調子なんでちゃんと覚えてないですけど確かにね。ただすごいなと思って、あのテレビドラマなのに映画の金かけてんなっていうのは分かるんですよね、やっぱり大人になってから見てた、はいはい、ああだから火の車なんですよ、実頃が。あれはフジテレビ大変だったと思うんですよ。 あの画面のミスとテレビドラマ、他のテレビドラマって絶対ないなと思って。そうだね、うん、まああのおじさん、まああの調子ですからね、うん、まあそのぐらいやらないときゃ一新の座頭市はテレビにできなかったんでしょうね。今でも覚えてるの結構好きなやつでさ、樽の中に入って、樽の中のやつって知らないですか。知らないです。なんか樽が向こうからコロコロコロって転がってきて、中から、中から勝新が出てくるってやつなんですけど、面白いなと思ってありえないことばっかりが続くんですけどね。まあ、それ実際に樽に入ってね、転がってやったんでしょうからね。あの人ならやりかねないって感じですね。あと小枯らし紋次郎もよく見てましたね。ああなるほど、面白いってことですか。なんかあの中村敦夫がやっぱ好きだったのかなと思いますけどね。 あと話の展開がこう、なんですかね、あれほら私子供だったから、うん、結構寝ぼけ眼で見てるんですよ、うん、もう眠い眠いって感じで、でも必死になってこう開こうとするんだけどだんだん閉じるみたいな感じで見てたんだけど、うん、夜10時半からかな、あれだったんでね。でいつもさ前半では紋次郎が足にあかかりの猫ってとか言っていなくなるわけじゃないですか、はい、でも最終的には必ずそこを解決しちゃうわけでしょ。それどうやって解決するっていうか、どういう風な感じで関わるんですか。まあ個々のものはいろいろあるけど、ええ、要するに簡単に言うとさ、ええ、いつも同じパターンだと思うんですけど、ええ、なんかあるところの宿場町にやってきたってことだよね、ええ、まず最初、ええ、その村のところに行くと必ずなんとなくそれっぽい事件が目の前で起こるわけじゃない、なんか借金の方に女の子が取りに、うん、そういうパターンですよね、でなんかあの中村敦夫に向かってさ、なんかお侍さん助けてくださいとか言って、なんか俺知るかみたいなのがまずオープニングですよね。次のシーンはあのなんかどっかで泊まることになりましたみたいなさ、ここの軒下で、今日は寝かしてくれみたいな感じになるじゃないですか、はい、あれって当時のあれだとあれですよね、あの要するに都政人だから、うん、仕事っていうかなんていうんですかね、ここに寝かしてもらう代わりにそこの家に何かトラブルがあったら、今ヤクザの用心棒みたいなもんですよね、しのぎとか、はいはいはい、ここに泊まらせてもらう代わりに私は何かやりますよみたいな感じで寝泊まりしてますと、はいはい、そうするとさ、その家というのはさっきの女の子の家だったりするわけよ。そういうパターンになるわけよ。なるほどなるほど。そうするとさ、
結局そこの事件に巻き込まれて、うん、その前までにはかかりやねえとか言ってるのに関わっちゃいましたみたいな感じになって事件が解決して終わるって大体簡単に言うとそういうパターンですね。なるほどね、うん、そういう感じですね。そうかと思えば、なんかそこの宿場町に行って金がねえからとりあえず博打を打ってたらさサイコロに細工がしていてさ、うん、中村蘇がそれをさ見破ってさ、まあ、そだトラブルの最初はそれだったみたいになるとか、あれでいつもそういうパターンですね。あ、そのトラブった相手がたまたまその最初の助けを求めてきている相手だったという、あれちょっとあの市川紺の頃のやつあるじゃないですか、はいはい、あれってあのなんかあの日本のなんつう旅なんか ロードムービーね、で、あのその土地紹介みたいなやつなんですよ。だから例えば群馬県のなんとかのところでは何時代はこんなようなのが名産であってみたいな、なんか旅その土地の紹介が出てくるわけ、社会番組みたいな。ああ、あったあった。それでそこに今その江戸時代に今来てるんだけど、それはこう、なんかそれはあの水戸黄門のナレーターなんつったっけ、芥川なんとかやってる、あれがずっと説明してるわけ。そうですね、それであの中村厚の食い方があってさ、こういうふうに走りますんでね、都政人だから箸持てないんですよ。握りっぱしってやつね。そうそう、こうやって、こうやって、はいはいはい、で出てくるものもかなりリアリティがあって、メニューは酒か飯しかないんだね、江戸時代だから。だから飯って頼むと、今でいう定食ですけど、種類は1個しかなくって、ぐにぐにのまずそうなおかゆみたいなやつに、さ、あの目指しみたいな川沢魚みたいなのが出てきて、それが飯なんですよ、でこうやって魚の中に入れて食い方もめちゃくちゃでこうグリグリグリってやってかっくらうみたいなやつ、多分その頃本当にそうやってたんだと思うんですよ。っていうような、その魚の名産のとこ行ったらそれは描いてる。